現在3位の横浜との3連戦がこれから始まり、同時に6月を締めくくる最後の戦いにもなるわけだ。現在チームは4連勝中と、また大型連勝が始まりそうな匂いっていうのがプンプンしてるから、ここで止めないように1試合目両チームのオーダー、こんな感じでチームのチャンスに注目してやっていこう。振り返ればこの6月は本当多くの勝利を挙げることができて、そのおかげもあってか今2位とのゲーム差があれだけ離れている。10ゲーム差くのも時間の問題じゃないですかね。その後本当楽にペナント進めていけるようになるんですけど、まあそうなるつもりですよ。前半戦を迎える前に優勝が決まるかも。え、ちょっと待って、今日岡本の誕生日なのか。バースデートゥーユー、全部歌わして、全部歌わしてって、その間にも投げてくるんだよね。ファンはこうやってまだ歌ってくれてますけど、バースデーアーチをここで放つことができたら熱いよな。まだ歌ってますな。早く歌って、うっとうしいからちょっと待ってるんだよね、終わるの。はい、来た。センキュー。うん、誕生日プレゼントもらったもらったもらった。切れたのかと思ったけどね、ちゃんと入ってましたね。フォルマいてましたね。今季28号目はバースデーアーチでめちゃくちゃ特大の一撃。あなたも投げてくれた相手投手に感謝しましょう。改めて岡本は高卒9年目の選手で、これで27歳を迎える。年齢的には今がピークというか、まあこれからピークを迎えていくって感じっすね。30歳まで野手は能力が伸び続けるので、現状も強いですけど、まだまだ伸びしろも残ってるし、今の能力でめちゃくちゃに打ってくれてる。頼りになる岡本がいるから現在1位で、これからも黄金時代を切り開いていけるんですよ。誕生日なのは知らなかったことなのでね、そこには驚いたけど、バースデーアーチを打ててよかった。その岡本の誕生日を台無しにする始まりになりましたね。赤星がやらかした。まあ別にまた打てばいいだけの話なんですけど、そう、肩やすくいけ、わつわは連勝止まるね。確実に止まるね。6月の最後負けて終わるのは、これまで多くの勝利積み重ねてきた俺たちが最後の最後に、それも岡本の誕生日、至宝の誕生日で、なんかすごく空気が悪いよね。変えていきたいんだけど、チャンスは来たな。とりあえず行って行って返すしかないんだ。もう回は6回まで来ちゃいましたよ。最高の始まりを告げたのに、あとは続かず。1点は取ることはできたんだけど、まだあと2点取らないと、まずは同点にしていかないとどうしようもないんだよ。やるしかねえんだよ、やるしかよ。台無しにしたくはないな。岡本が1歳年を経てまた強くなり、これからの明るい未来へ突き進んでいってるのにもかかわらずに、チームがここで負けたらあかんやあかんやあかんやん。全てを台無しにしとうないから、この後もチャンスよろしくね。もちろんやらないこと前提で、はい、またやったやった。今日はこういう一日なんですね。最終回に何かが起こるとも思えないし、またそれどころかやるんじゃない、ほらやるね。もう今日はこういう一日です。誰が投げても同じならばいいよ、いいよ、いいよ、打たれろ打たれろ打たれろ。ここまで結果を残していた赤星が6失点の大炎上で、防御率も 3.21 まで上がりました。その後投げた堀もいい数字を残してたんですけど、今日は2失点で、最後を締めくくった山崎は4失点と、こいつは単純に数字残してないから2軍送ろうか。おっと、このタイミングでドラ1の能力が判明しました。あんな負けた後なのに。だから判明してもあまり期待できないんだけど、最初確認していくとどうや。待てよ、ヤシ能力に関しては基本的に上がったものだったり能力通りだったって感じですね。いや大事なのはお前投手だから、投手能力がどないやねんちゅう話なんだけど、見ていくと、ちょっと待ってよお前、全然ちゃうやんけこれ。まず球速が150なく149、そこはええわ。コントロール能力よ、なんやねん。 B の予想が D の56でした。こんなもん詐欺でしかないやん。 C ならわかるよ、2ランクしたってどういうこと。こんなんだったらわざわざドライチで取ることなかったっすよ。見事騙されたわ。最悪な1ヶ月の終わり方じゃないですか。多くの勝利積み重ねたけど、最後大差で負ける、至宝の一発台無し、かつドライチで取った能力がクソでしかない。月間 MVP の発表がありますけど、うちから取れた選手はいるのか。戸郷が受賞してますね。またリストに入ってる選手多いじゃないですか。最後負けた上でね、こういうクソみたいなドライチだったということが判明したので、何も喜べることがないというか、これが故に何かすごく落ちぶれていったりいかなかったり、どうなるんでしょうかね。新たな月7月を迎えたけど、ここから不安ですよ。何かが始まりそうで、すでに始まってんのかな。さっき言ったこの山崎、全く数字を残してません。これ以上使うメリットは何もないので、2軍に送りますね。先発適性もなければリリーバー適性もない。そしてこのタイミングで勝山判明したのであれば、1回くらいちょっと出番を与えてみようと思います。求めていた能力ではなかった。こんなことならわざわざドライチでというか、普通に取るんじゃなかったと思うけど、いやいや待て待て、冷静になりましょう。この選手は高卒1年目の選手、例えば大卒社会人の選手があそこまで判明前と判明後で違うんだったらもっと言うけど、まあ高卒で伸びしろがこれからもある選手ということを考えたら、まあ現状の能力でも悪くないかなと思えるんで、もうそれが精一杯の励ましで、そう思わなきゃやっていけねえ。次2試合目もチームのチャンスに注目していきますけど、あの勝山の登板機会を作れるのであれば作って
って、そこから俺が一回プレイしてみようと思います。実際使ってみたら能力はあれでしたけども、案外使いやすさを感じることもあるかもしれないし、あの詐欺あった能力通りにですね、使いづらさを覚えるかもしれない。使ってみないとその選手の特徴とかそういうものを理解することはできないから、まあ無理くりでも登板機会を一回作ってみようかなと思います、このゲーム。まあ勝ってるシチュエーションで出したいのが本音ですけど、ちょっと先の流れもあるんでね、岡本またホームランですね。連日にわたってその主砲の一撃をまた台無しにする、そんなことはなしにしてくれよ。とりあえず平内に任しとんのやから、そこは抑えてくれ。2試合続けて負ける、それも前日ああいう負け方した直後の試合って大切ですよね。そこでチームの行くべき軌道が決まるかもしれない。楽しい7月にしていきたいんでね、そのためには最初勝たないと。あ、これ無茶ではなかったよ。吉川の足が勝った。大差を開けたら勝ってる場面でもあの投手を使うことができる。5点差とかだとね、試合終盤あたり、まあ平内そんなスタミナ持つ選手じゃないから、うん、出せるね。5回以降出してもいいと思いますよ。ここからはもうチャンスに注目することはなく、勝山の登板機会を作ろうと思っているので、そこからまたプレイしていこうと思います。選手に任せる形になりますね。さあ頑張ってくれ。得点もこの後まだ取り続けてくれるのであれば助かるんだが、平内もね、先の赤星と違ってしっかりと抑えてくれてますね。よかった。あの試合の敗北はあの試合だけで終わったね。引きずることはなく、そらそうですよ。ここまで勝ってきたチームが何を引きずることがあるんだ。5回投げ切ってくれて、6回のマウンド、まあいけそうなので、そこも任す形になりますね。うん、言ってくれた。ただこれ以上任せる理由はないから、この後ピッチャーを変える予定だが、勝手に変えられるかもしれんな。どうや。あ、勝手に変えられて鍵屋が出てきましたね。その鍵屋一人太田大使に投げてもらって抑えたね。その流れで勝山出しましょう。プロ初登板、能力は華々しくはないんだけども、結果では華々しく飾りましょう。7回途中からいけるのであれば8回も行こうと思いますけどもね。これが俺が取ったドラ1の初登板。こんな早く任せる予定はなかったんやけど、下とのゲーム差もあるということを考えたら使うことができるんですよね。ゆとりがあるから。ゆとりがなかったらこのやつ絶対使わへんわ。能力的に使えへんっていうのが正解ですけどね。武器になるのがこのフォークで、本来ねコントロール能力が高かった選手なので、細かい投球とかそういうことを期待してたんだけど、まあ一つのアウトを取って、これがプロ初アウト。なんかたやすく取れすぎてあんま実感ないな。もうちょっとプロらしいこと相手もしてくれよプロの洗礼を浴びせるのも悪くはないというか、まあ余計な展開ですけどね、こちらから言わせれば。ただ簡単に抑えられるのもね、ちょっとどうなの、高卒ですよ。求めていた通りの能力ではなかったんだぞ。そんなやつくらい横浜さん簡単に打ってくれよ。前の試合赤星からあれだけの得点を記録したんだから、どうしようかな。追い込んでる状況でなんか三振とか奪えたらいいんだけど、あーかんね、うまく決まらへん。これもコントロール B やったらもうちょっとコースの際の際投げれるんだけど、 D だからね。 D じゃねえ、どうしようもないね。だって D だもん。うん、アウトは奪えたんだけどね。 D だもんね。時間かかったね。とりあえず8回のマンド任しいでしょ。また点差空いたのであれば、もうこのまま勝山で締めくくるのもありですね。ノリノリの選手が打席に立っている。怖いっすね。こいつ確かホームラン打ってはないかな。どうだろう、正面ついてのアウト。相手の打ち損じに助けられているのか、思いのほかこいつの球のキレがあるのかどうなのかわからへんけど、全部打ち損じてくれてますね。それはそれで嫌なんですけどね。バットには当てられているから、初見だからね。これ2巡目入ったらもっとたやすく簡単に打たれるようになるんじゃない。で、またランナー出したらちょっと違ってくると思うんで、危ないな。いや、別に使いやすさないっすよ。フォークも言うほど落ちるわけじゃないし、コントロール能力もないからコースの際は決まるわけでもないしって感じで。あー、ほんで追い込んでからね、これ抑える球が正直ないんすよね。これも能力通り、判明前通りだったらもうちょっと手はあったんだけどさ、この能力だとないな。チェンジアップとか行ってみようか。うん、簡単に打たれたね。打たれたね。長打やね。点差があるからといえど、長打浴びたらそっから何かが始まるかもしれないぞ。できれば失点は与えたくはないんだけども、抑える球がない。やればやるほどこいつの弱さというものを痛感してる。それでも相手が打ち損じてくれるんで助かるわ。こっちが奪ってる感じは正直ないかな。相手の打ちミスによって助けられてる、救われてるってだけの話。またここもね。じゃあこのまま9回のマウンドも活かしていこうと思います。佐野啓太は巨人キラーを持ちかつこの数字を残して、いて能力の選手なんでね、これはさすがに打ち損じてくれないから、正直一発浴びてもおかしくない選手ですよ。んんん、でも正面ついて、アウト。なんか都合よくね、打球が正面ついたりとかそういうことがある。初登板効果、ビギナーズラック的な、そんな状況なのかな。これはね、この後2登板目任せたらめちゃくちゃ簡単に打たれるかもしれないね。プロのレベルっていうものをね、知るかもしれない。まあでもそこは注目する必要ないから、もうあくまでも俺が注目してやるのはここ、お前の初登板だけ、お前の処女マウンドをもらうだけ。もう幕は破ったからさ、これ以上やることなんて何もないんだよね。オースティンは遠慮なく打って
ってくれるがホームランではないからな。あとアウト2つをお前で奪っていこう。はいはいはい、太田大将ゲッツーで抑え、ゲームセット最後の最後まで自力で抑えたって感じはなく、別に使いやすさも感じず、能力通り詐欺食らった気分は相変わらずあるんですけど、まあ、結果として抑えた。先の試合投げてることもあったが、体力は万全な状態でもないし、状態も良くはないけど、登板機会を作れるのであれば、これまた作ってね、本来の力がどんなものなのかっていうのを試していって、まあ、もちろんその上勝ちますよ。カードの勝ち貸しは絶対条件だから、チームのチャンスに序盤注目していきますけど、早い段階で得点取ってね、勝山を出せる状況というのを2試合目のように作っていきたいなと思ってる。おいはいはい、関係なく作れてますね。いや問題ないですよ、やっぱ横浜相手に負けるのは俺たちではない。じゃあなんで6月の締めくくりで負けてしまったんだろうね。そこに対する疑問、うん、そういうものはあるけど、まあいいか。ここで勝てばね、勝てばね、勝てればね、まあそれは問題なく勝てるんでしょうけど、当てればですよ。難しいことは何一つとしてない。得点は絶対取れる、最低限でも何でもいいですよ、取れたらな。先制点ゲットだぜ。これを台無しにするような投手は今日、あ、投げてますね、メルセデスなんで。危なかったね、また初回ピンチ作ってた。なんか急に初回ピンチ率上がった、まあ、急にでもないかな。もともと伝統的に初回のピンチ多かったチームですけど、まあ、途端に増えてるような気がする。もうこれもさっきと同じ、この後転がせばいい。ただそれだけの話、地道な形でもいいから得点を積み重ねることだよ、それが大事なので。7月も同じ、6月もそうやって積み重ねてきたから多くの勝利を挙げた。最後あれでしたけど、うん、本当最後あれでしたけどね。ここで積み重ねないとダメだろ、最低限の形をさ。それができないのであればあかんわ。あー、湯浅の打球もあかん。取りたかったな、2点目。じゃないと不安なんだよな、正直。ピンチ自体は結構作ってるから。おっと、松原のホームラン、結構最近打率落としてたんですけどね、ホームラン打ってくれてるぞ。あいあいあい、1点やりますわな。やったのは1点だけ、点差は1点差詰め寄られたが、またチャンスで丸を迎えているので、取りましょう取りましょう取りましょう。安心できる状況をバッターで作っていけばいいんですよ。そして勝山をどこで出すか。いや、このままのゲーム展開だと出せない、ゆとりがないと出せないので、先ほどのようにあいつの力を試したいんだけどな。まあいくらでも試す機会はこの先ありますけどね。まあできれば今回判明した動画内で試して、こいつの力がどんなのかって見たいんだけど、ちょっと作れないな、そういう機会が。1点差だもんな。メルセデスは5回投げてくれたんだけど、このあと6回、4番関根なんかもう変わっちゃってる。え、オースティンはどこ行ったって話だけど、まあいいか。関根から始まるところ抑えましたね。メルセデスの仕事はここまでで、そのメルセデスに代打を送ってチャンスを広げることはできないか。北村あたり出してみようかな。一発打てる選手なんだけど、あら、チャンスつないでくれた、盗塁してくれたんですね、北村の打席で。そしてパワーある選手で狙ってみよう。これ今ど真ん中嫉妬だったんや、初球打っとけよこれよお前なんで見逃したんだよっちゅう話、もったいないな。まあ結果ヒットでつなげたけど、またピッチャー変えてノリノリのやつが出てきたな、厄介やなこれ。あー、監査かクソボール振りまくってる。欲しいぞ、ここで1点差で試合終盤は怖いだろう。この打球間抜けないか、でも悩んだはないか、さすがに。まあ点差広げた、もう1点プラスで取れるか、取っておきたいぞ。よし、落ちて落ちて落ちて落ちたね。よし、ほんでホームに帰れるか。帰れよ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 。はい、帰った、オッケー。相手が落としてくれてなければこの得点もなかった。センキューです、いろいろと横浜には助けられてるこのイニングピッチャー3人目、マシンガン系統やな。出せば出すほど打たれてますけど、番長ミイラの采配は合ってないな、間違ってる。最後とどめの一発と行きたかったが、どうする、3点差。いやー、やっぱ出せないかな、信頼してないですからね、能力から。そして実際投げて使ってみましたけども、やはり信頼関係を結ぶほどでもなかったのね。いや、もうこれいつもの勝ちパターンで逃げ切るゲーム展開ですよね、3点差なので。頼むぞ、鍵谷が抑えても、この後中川が出てきて、その中川も抑えて安明で締めくくるというゲーム展開やな。得点がこのイニング入るのであれば9回任してもいいけど、ないでしょうな、もう。どうなのか分かんないけど、まあ、とりあえず取れる努力はしてみるが、もうないね。なんか出したくないから取りたくないっていう方が大きいかな、俺的に。言ったでしょ、あいつのこと信頼してないと詐欺にあったんだからさ、あの能力通りだったら出したいって思うよ。でもあんなやつ別に出したくもないんだよ。だからここでの得点もないし、この後も出しません。最後安上げで締めてもらって、ゲームセットで終わりました。最後何かありましたけど大丈夫。7月に入りましたが、最初のカードを勝ち越しでいけた。この勝利によって2位とのゲーム差を 9.5 ゲーム差まで広げ、また横浜とのゲーム差も 10.5 ゲーム差。いや、いいですね、理想とする展開になっていて、これだけゆとりがあればもっともっと若手を試していってもいいかもしれないね。来年に続いていく物語ですから、もう早い時期にね、若手育成を兼ねて種をまく作業っていうのをしていかないと。それを昨年のこの時期にもうやってたから今の勝利があるんですよね。そういう作業をやることによって来年絶対繋がりますから。あー、で、なんだこいつ、玉
ダについて今シーズンの成長速度には目を張るものがありますとのことや、どういうこと、こいつドラフト選手ですよ、まだ能力判明してないけど先に選手の特性が分かったってことなのか。あ、でこのタイミングでまた新たなドラフト選手の能力が判明しましたね。井端ドラ2かドラ3かどっちだったか忘れたけど投手です。見ていくとどんな感じ、え、こいつに関しても判明前より弱くなってないですか。コントロール能力はあいつと違って上昇してるけどスタミナがえらく下がってるよね。球速だって君なさすぎない。それでいき変化量だってめちゃくちゃ落ちてるし、特殊能力に関して対左 C 持っていたって言われてたんですけど実際は D で、打たれ強さ B がついている、それを魅力に感じた俺取ろうと思ってたんですけど実際は C、 まだついてるだけマシとも言えるけど、いやいやそこは B であれよ、伸びだって C の予想が D になってるし、その上で乱調を持っていましたっていうのも分かりました。はぁ、もう何もかも詐欺にあった気分ですね。そら判明前より判明後強くなるケースは少ないことは数々やってきてるからわかるけど、いやこんなにもひどいことある、取った選手みんな判明前より弱くなってるじゃないですか。こんなことなら取るんじゃなかった、お前に対しても思う感情嘘じゃないよ。でさっきなんか特性云々って書かれてた玉田、ルーキー覚醒というなんか今発動してますね。なんだこれ、俺初めて見るわ。こいつに関してはまだ能力が判明してない四国のドクター K と呼ばれていた選手で、あの二人の流れもあるからお前に対しても期待はできないんだけど、謎に特性が発動しているのであればこれはなんか一軍で機会与えた方がいいんじゃない、そうすることによって本当に覚醒したりする可能性もありますよ。ということで早速ドラ1の勝山、まあ正直使いやすさも全くなかったので二軍に落としますね。失点したわけではないんだけど使うメリットもないから、それなら判明はしてないんだけど何かこいつに未来を感じるので、たまたま玉田くんに機会を与えた方がいいんじゃない。今回いいも悪いもなんかいろいろとあったんでね、感情の起伏が激しい動画になりましたが、まあとりあえず7月は始まったばっかりですし、そして前半戦もね7月の23日の広島戦まで続いていって、そこからオールスターを迎えて7月の28日から後半戦ということになります。現状2位とのゲーム差これだけ相手はいる、すでにゆとりはあるけれどもこれからもっともっと大きなゆとりを作るために多くの勝利を積み重ね、またこれから起用していくあのドラフト選手の覚醒みたいなのがあってくれたら嬉しいんですけど、その辺どうなのか注目して次回以降も見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。